うございます。朝4時半に起きようと思ったんですけど、4時29分、1分前に健太に起こされました。あの、だって起こされたらね、自分でも起きるわ。よし。まだ見ぬ定め近づいてゆく決戦の時うずめく夢でストップしたうん、バッチリやね。行きましょうか。行ってきます。いい天気ですね。いい初日迎えれそうや。それでは今日も朝からあったかいコーヒー飲んでいこう。赤いけどちょっと飲めちゃうわ。よし、向かいますわ。緊急事態やって、全然ちゃうて、栃木シティの事務所行ってたて。しゃあないやん、班につくなこれ。今日はみんなオフ明けなんで、みんなゆっくり来るらしいです。ミーティングもあるので、まあそれ以上は言えません、すいませんね。それ以上は言えませんが、はい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 、遅れまして、遅れまして、すいません。うわ、施設すごい。え、施設がレベルちゃうやん。レベルちゃう、あらす。うわ、豊島や、豊島と健太や、これ見たことある。あ、じゃあこんにちは。こんにちは、お願いします。そう、あの石粒でみたいな。あ、あ、あ、これね、石粒。あー、やべー、流大感生まれたしで、ね、帰ります。疲れました。 ETC カードが挿入。ちょっと喋らせろ。今はな、 ETC はええねん。うん、ドライブレコーダーしっかり、ドライブレコーダーしっかり、うん、接続はしてくれ、接続はしてくれ、もう喋らしてくれ、接続はしていいから喋らしてくれ。はい、終わりました、終わりましたね。非常に施設がエグい。見ていただいた通り、施設バリエグいな。それをね、すごいな思いながら練習入らせてもらったんですけど、やっぱちょっと施設エグすぎてちょっと緊張したね。ちょっと緊張しました。きつい練習もあったけど、まあ、松台でね、練習参加させてもらったおかげで、まあ、肺活量も鍛えられて、すごい走れました。この後どんどん負荷を上げていくっていうことなんですけど、まあ最初はまあいい感じに、うん、体を動かせたんじゃないかなと思います。その代わりね、ちょっとなんか緊張してたのもあって、ね、あんまりなんか馴染めた感はない。うん、馴染めた感は全くないです。はい、ただね、元太とかね、あの豊島ね、あ、豊島って呼ばれてるんですよ。金沢の時に被ってた原くんって原田か、ようこそ言うてね、言ってくれました。一緒に頑張ろうぜって言ってくれたし、ジョグとかストレッチ大事にしてるの変わらんかったな、金沢の時からね。なんかできるだけ早く馴染めるようにしたいんで、みんなのね、呼び名っていうのをできるだけ聞いて回ってます。僕のポゼッションでね、僕のチームであったり、紅白戦の僕のチームであったり、まあ、そういうのでね、呼び名っていうのすごい大事やから、その呼び名をできるだけ覚えました。でもまあまあ覚えたんちゃうかなと思います。まだ明日とかもそういう呼び名をしっかり 早めにね、覚えてチームに馴染んでいきたらなと思います。はい、頑張ります。施設えぐない？施設えぐいて、マジで。ということで、みんなが昼ご飯食べに行くんで、まあそれについて行って僕もご飯食べようと思ってます。半分チームが負担してくれるということなんで、すごいありがたいですね。ここでご飯食べて、もう一回なんか撮影があるみたいなんで、それ向かいます。帰ってください。うわ、笑えるんですよ、笑える。二道を。もうええねん、帰れ。ありがとう。
バッチリ。アボカライのメキシコっす。ありがとう。お前だけやそれよ。ありがとう。またな。よし。うーん、ま、バイバイ。ポイズだ。オッケー、まよ。はい。ありがとう。お疲れ。もうへってもう帰れや。すいません。施設へ行くね。今ユニフォーム撮影してましたわ。ここ練習場です。ここ練習場で、あのこれお、できひんこれ。え、できひん。あ、手振ってくれてる。芝の管理を選手がしてます、ね。選手が。こういうとこから突撃して。ハングリーやねー。戦うよ。事務所行ってます。事務所ないっす。今見ていただいた通り、芝生の管理したり、他にも仕事してる選手はいます。まあ、プロ契約の選手もいるし、働きながらプレーするっていう人もいます。とてつもなく、まあ、ハングリーな、リーグとなります。地域リーグというのは、まあ、そういうところで戦って、また僕もね、まあ、もともとハングリーな気持ちはあるんですけど、もっとねハングリーな、なんていうんですかね、泥臭い、パワーをつけていけたらなと思ってます。今から事務所向かいます。着きました。ということで、栃木シティのね事務所に着きましたね。今から事務所挨拶行ってきます。うし、うわ、うわ、原くんや、うわうわ言ってる、うわ言ってる、原くん、うわいて、はい、入ります。まあ普通に、うん、まあ普通にバリ緊張した、うん、バリ緊張しただけ、うん、ねえ、うん、一旦ホテル帰ります。疲れた、ちょっと寝るわ。寝ます。さあ目が覚めたからアウトレットでも行こうか。めっちゃいろいろあるな。いいな、アウトレット。今5時やけどやることないから夜ご飯食べます。外出た、暗いし、めっちゃ寒い、やばい。松本と一緒や、めっちゃ寒いぞ、夜。帰ります。ホテルに着いたんですけど、練習着、このチームは自分で洗わなくちゃいけないんです。ハングリーだね、強なるで、ほんま、うん、まあ、自分の私服もあるんでね、コインランドリーで回していきたいと思います。佐野安らぎの湯に行ってきました。バレー気持ちよかった。えぐい、サウナえぐい、水風呂冷たい、最高。もう帰ってもうすぐ寝れる。もうストレッチもしたんで寝ますわ。帰って帰ろう。初日無事終わりました。まあ緊張したりもしたんですけど、皆さんが優しく迎えてくださってありがたかったですし、栃木シティのこのスタジアムとか環境施設のすごさ、すごい感動しました。ここでできるだけいい成績を残したいと思いますし、チーム自体は JFL に
昇格させたいなと思ってます。皆さんぜひ応援してほしいと思いますし、ぜひ一度スタジアムにも来てほしいなと思います。まあそうやって応援してもらえるように僕もこれから発信を続けていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。ということで寝ます。お疲れ様でした。またおやすみなさい。失礼します。